アルファオメガエロイエロイエロイのザバフォエルオンサディ、汝が皆によって我は稲妻となり天から墜落するサタンを見る。まさか、ロト？ロト、本当にあなたなんですね。
ロット。本当にあなたなんですね。
私ごめんなさい。だって私あなたを殺そうと。それはつまり私を許してくれるんですか？青い空が見たいです。なるほど。つまりは駆け落ちか。まあなんとなくこうなるような気はしてたんだけどさ。やれやれ、これからどうしようかな。たまりにたまったあんたのツケとかその他もろもろ。で、二人で外に行くんでしょ？あんた大丈夫なわけ？多分ってあんたやる気あるの？
ああそう、なら別にいいんだけどさ。ああでもね。やっぱり私が甘かったのかな。もっとこうアグレッシブに攻めてれば。まあそううさんくさい顔するなって。いろいろあるんだよこいつにも。それより早く行ってやりなよ。嬢ちゃん表で待ってるぜ。何言って？まあそこはそれ、ビジネスライクに。なんだよそんな顔するなよな。別にお前らの邪魔しようなんて思っちゃいないよ。ただ俺も職業柄町の歴史には興味があってね。あの子が本当に天使なのか、それを確かめたかったっていうだけさ。あとはまあ、幽谷の譲渡実利を兼ねたアルバイトに知的好奇心をいくらか混ぜた悪ふざけ。だからそんなに睨むなよ。俺はお前らの味方だってば。信じられない？了解。じゃあ早速それを返そうか。ゲートはもう俺の手を離れてる。お前さんのことだから蛇に正面から特攻しようとか思ってるかもしれんけど、女連れならもっとスマートな方法を選ぶべきだ。何せあれは複雑な機械でね、脳みそ筋肉の戦争へが扱えるようなものじゃない。まず間違いなく連中が抱えてる科学者なり何なりがいるはずだよ。だからまずはそいつを探してみたらどんなもんかとね。どう？俺って頼りになるだろう？欲張りは敵。それは知らない方がいいと思うな。って言われてもな。はいそこ、イチャつき禁止。あんたね、ちょっと節操なさすぎと違う？よくも私の目の前で、しかもよりによってこんな男おんのに。ちょっとあなた、今何か面白いことを言わなかった？
しょい言葉使うなっつったのよ、男女。あらあら、まあまあ、それはそれはどうもご丁寧にありがとう。お返しに何が欲しい？言ってみなさい、このクソ巨乳。ふん？巨乳になんか文句あるわけ？あの、遅いから迎えに来てみたんですけど、これはどういう…はあ、ただのじゃれ合い。誰がバカよ！良すぎるんですよね、3人とも。私、皆さんのこと絶対に忘れません。ああ、いや、別にそんなことはないと思うんだけどね。え、何がね、だ、照れんな巨乳、年考えろ。あんたね、それでそこ一人で下り顔してるけどさ、あんたに一言よろしいかしら。聞く耳持たない、黙って聞け。リルちゃん、泣かしたらぶっ殺すから。うわお、いい女。もう遅いわよ、それより約束。言いました？
かくて主、我に告げて曰く、失せた楽園につながれし君は、時満ちて獄から抜け出ることを恋願う。すべては必然、定められていた予定調は、我が手のひらで踊れ愛しき迷い子たち。願わくば創造主の皆において、意図小さき行欠から人間をは作りなしたまわんこと。なべて頂上、ようやく種子が芽吹いたか。彼らからのアクセスは受け取った。その時お前はその場にいたのか？イエス、マイマスター。あなたが許可を下したおかげで腕を一本失いました。そうか、それは災難。してストライフ、感想は？ただ素晴らしいの一言でしょう。まさかメギドの炎を好みで体験できるとは夢にも思っていませんでした。それから執行者も同様に、彼女はなかなか面白い。ほう、例えばどのように？まるで人のように見えるところ。なるほど。あれがお前の目には人に映ると。なるほど、それは面白い。大義だ、ストライフ。何か望むことがあれば言うがいい。それではマスター、僭越ながら申します。許されるならば引き続きソドムに残ることの容認を。ほう、それは何故に？全ては我が神のため、彼に起こされた心のままに。我らがツワルに至るために。よかろう、別段止める言われもありはしないが。ただ殺すなと、そうおっしゃる。そうだな、お前にはすまないが。あれは大事な駒の一つだ。その時が訪れる瞬間まで、今は彼女ともどもせいぜい泳がせておくといい。ただし。ただし外には出すな。了解しました、マスター。仰せのままに。
そういうことだ。セイテはツアルを見失う。今はまだ彼らをソドムから出さずにいろ。後ろを向かせてやればいい。